どうも小平です。僕は今京都に来ております。で、今日はねとあるホテルの紹介をいたしますがね、こちら後ろのホテルですね、ザ・ゲートホテル京都高瀬川バイヒューリクというホテルになります。で、ここのホテルはですね、なんと昔小学校だった校舎を使ってホテルに建て替えている、まあリニューアルしているという形になりますね。で、この奥の方にあるちょっと背が低いこちらが昔小学校だった建物で、ここも当然部屋があって、こっち側がねメインの棟になっております。まあこっちのスクールハウスと呼ばれる方がね、まあ古いんですが、こっちのメイン棟は比較的新しい最近建てられた建物となっております。まあ、見ての通りね、こちら今人工芝の広場がねこうやって広がっておりますが、これは昔学校のグラウンドだったんだなってことがね、容易に想像できますよね。ということでね、まあなかなか珍しいホテルだと思うんですが、それなりの高級ホテルでありましてですね、ただね、そのお部屋がなんと今回はね、またまたトリップ .com さんの先行販売ホテルで激安商品で、8000円台で泊まれるというね、今回とても嬉しく思っております。でね、この辺りは目の前にね高瀬川が流れてるんですけど、河原町のエリアになっておりましてね、河原町は商業施設もたくさんあって立地もとても良いホテルになります。でね、当然内装もね、見た感じかなり良さげな感じだったので、ではね、その様子を皆様にこれからお届けしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょうか。はい、敷地内のね別の場所に来てみたんですけどね、この建物が昔小学校だった、京都市立立誠小学校だった建物みたいですね。まあおそらくリニューアルはしてるとは思いますけどね、それっぽい雰囲気が漂っていますね。ザ・ゲートホテルっていう風にも書いてるんですけど、こちらにはねほら京都市立立誠小学校ってねそのまま残っている感じがありますね。で、ここの敷地内はですね、ヒューリックって書いてますけど、一応ね複合商業施設になっておりまして、見ての通りブルーボトルコーヒーとかもね、あって、なかなか魅力的なお店もね揃っているんですけど、こちらが立誠ガーデンヒューリック京都というね、商業施設になっているということになります、ね。まあでもこの辺りはね結構、まあ、この学校の建物も風情もあるんですけど、高瀬川がこうやって流れてるんですけどね、この辺りの川の景色もね、今紅葉がちょうどこうやって色づき始めてる頃なんでね、とても、いい感じの雰囲気が流れております。はい、で今のところ入っていくとね、見ての通り商業施設がたくさんありますね。で、奥の方にザ・ゲートホテルと書いてあるのが分かりますかね。あそこがホテルの入り口になります。こちら中に入って右手にエレベーターがありますので、そこからフロントに向かいます。はい、8階がねロビーになってますのでね、今8階に向かっております。この建物は8階が最上階になりますので、最上階にフロント受付があるという珍しいパターンですね。こちらエレベーターを出て進んでいって、左手にフロント受付があります。かなり贅沢にこちらスペースを確保してますね。そしてやはり最上階なので、ガラス張りの窓から見る景色は素晴らしいです。そしてフロントの向かい側には、こちら手前側にロビーラウンジ&バー、奥の方にはレストランもあります。京都の東山の景色を眺めながら上質な時間を過ごせそうですね。はい、エレベーター前に出てきました。こちらがお部屋に続く廊下になりますね。とてもね白を基調とした落ち着いた感じの色合いですね。はい、それではね、お部屋の方を紹介していきます。今回ね6396階のお部屋になりますね。それでは入っていきます。はい、カードを挿しまして電気がつきましたね。じゃあお部屋の方ねまず見ていきましょうか。はい、こんな感じとなっております。やっぱお部屋の中もね白を基調としたライトブラウンも取り入れてね、和モダンな感じもねこうやってライトを見るとね、演出している感じがありましてね、京都らしい本当に落ち着いた上質な感じのね、お部屋となっております。ここにはキングのサイズベッド、キングサイズベッドね、真ん中に置いてありましてね、いい感じですね雰囲気がね。で、ベッドの横にはこのおしゃれなねライトと USB がありますね。コンセントはもうありませんね。まあ比較的新しいホテルなんでね、正直ベッド横はね携帯の充電ができれば良いので、最低限のねものを取り入れているという感じですね。そして手前側には空気清浄機がありまして、大きめのテレビがねドカンとベッドの前にあってね、とても見やすそうですね。はい、そして
こちら側に、まずミニバーとミニテーブル、そしてあ、いいですね、窓際にねソファーがあるのがもう本当に僕は大好きですね。こっちの景色を眺めながらということで、ね、リラックスできるということで、ここ見てみましょうか、ね、はい、こんな感じで上から下までね窓がしっかりついているのでね、とても開放的な雰囲気になりますね。奥の方に京都の雄大な山々がね、こんな感じで望めます。この辺が八坂神社のエリアになりますかね。そして右手の方にはこの辺か、清水寺ですよね。これはね、赤い門が見えますし、左手のねちょっと上の方、真ん中ら辺かは、あの有名な清水の舞台の屋根ですね。清水寺、いい感じでね紅葉が色づいてきてますね、清水寺も。はい、こんな感じで景色が望めます。そしてこちらね、ミニバー見ていきましょうか。ミニバーは、アルコール消毒液、ティッシュに、あ、ティーセットですね、宇治茶とかが、ありまして、無料のミネラルウォーター2本と、あー、コーヒーがありますね、ありがたいね。こちらコーヒーメーカーネスプレッソでコーヒータイムを楽しむこともできます。で、ここを開けると、はい、冷蔵庫ですね、冷蔵庫がついておりまして、ここにグラスとかね、カップが入っているという形になってます。まあ、一番下が氷入れと湯沸かし器ですね。で、側面にねすごくコンパクトなゴミ箱があります。ではこちら側見ていきましょうか。ここにはクローゼットでしょうね、ここはね、はい、大きなクローゼットと、こちら貴重品ボックス、そしてランドリーバッグ、こちら側にはスリッパと靴を整えるグッズがありますね。一番下は何も入っておりません。はい、こんな感じですね、なんか無駄がない感じでとてもシンプルですね。で、ここに鏡もありますんでね、水たく整えるときは便利です。はい、ではこちら側バスルーム行きましょうか。で、ここね、バスルームとリビングルーム、実はこうやって、ね、仕切ることも可能になってますね。で、こちらがまず洗面台ですね。いや、やっぱ新しいんでピカピカですね、いい感じです。四角い洗面台、シンクがあって、鏡もね、両サイドにこうやってライトがついているのでね、とてもいい感じで、このコップの置き方もね、とてもおしゃれな感じがしますよね。そしてアメニティは、これはなんていうやつだ、ダージリンティーって書いてますけど、紅茶の香り、高級感漂う。裏面見るとアロマドールっていうメーカーですね。はい、アロマドール、僕はちょっと知りませんが、いいやつなんですかね。で、ここにアメニティセットですね、歯ブラシとかね、ヒゲ剃りとか、シャワーキャップ、コットンセット、ヘアーターバンで、これは、あ、入浴剤もね、ありますね。で、櫛とか、そんな感じで揃っております。はい、で、こっちね、まあ、ボタンもね見てください、めちゃくちゃシンプルな感じですね、コンセントね。あ、下にタオルね、それぞれ入っておりまして、ドライヤーもあります。ドライヤーはパナソニックとなってます。そしてバスルーム、バスタブはこんな感じですね。ここもね、とてもシンプルながらも、こういうところにね石を使っていてね、ちょっとしたこだわりも感じられてね、落ち着いた雰囲気となってますね。あ、椅子とかもねこうやってあるのでね、使い勝手はとても良さそうです。シャワーに関しても手持ちのやつと上から降ってくるやつがあってね、充実しておりますね。アメニティはさっきと同じアロマドールのダージリンティーってやつですね。で、そして当然ね、セパレート式なので、バスタブとトイレは別々となってて、こちらがトイレになりますね。ウォースレット付きで、こんな可愛い洗面台もね、ついております。はい、ということでね、とてもシンプルで和モダンなね、おしゃれな空間に仕上げてるなっていう風に思います。こちらのお部屋で今回一泊するということでね、いや、8000円台でこのクオリティはやばくないですか。このホテルの中でも、まあ、安い方のお部屋にはなるんですがね、一番安い方のお部屋でもこれぐらいのね設備が整っているということでね、やっぱりこちらね高級ホテルなだけありますね。はい、ではね、ここで今日はリラックスして、過ごそうと思います。はい、でね、このホテルの中にはねラウンジがあるみたいなんで、今回ラウンジに入ることがねできるということで、今からちょっとそちらに行ってみたいと思います。3階に、ラウンジ&パティオがあって、あとリトリートルーム、フィットネスルームというものもあります。宿泊者は無料で使えるこちらのラウンジ、とてもいい雰囲気ですね。ソファーの種類は豊富ですし、奥の方には作業ができそうなテーブルもあります。
そしてドリンクも充実してますね。こちらコーヒーと赤ワイン、白ワインが見えますが、ここには紅茶、そして軽食、スナックが置かれてます。奥の方にはソフトドリンク類がね、結構種類豊富に置かれてますね。これらが無料で飲めるっていうのはなかなかいいんじゃないでしょうか。ソフトドリンク、赤ワイン、白ワインは無料ですが、ご覧のように有料のお酒類や軽食類もあります。そしてこちら外に出ることもできて、パティオといって中庭のようなところでくつろぐこともできます。いや、学校として使われていた時はここで子どもたちが遊んだり休んだりしてたんですかね。ラウンジのね、右手の方、リトリートルームっていう風に書いたところがありますんで、そっちにもねちょっと向かっていこうと思うんですが、こっちが今本館メイン棟にいるんですけど、こちら側がスクールハウスの方になりますね。はい、右手が本館で、あそこグラウンドありますけど、ここがスクールハウスとなっていてね、こっちは、あ、確かに見てください、これなんか学校の廊下のような雰囲気がね、この天井の雰囲気見ても、感じますよね。はい、でここって、あ、ほら、もう完全に小学校の階段っていう感じの雰囲気になってますね。この辺はね、あの窓のあたりとかね、奥の方にグラウンドが見える感じとか、この辺はほら完全に学校みたいです。いやー、こっちの塔もね、泊まってみたいですね。お部屋もいくつかあってね、なかなかラグジュアリーにお部屋も存在するみたいなんで。あ、でここがさっきのリトリートルームっていうところですね。でここにはなんかお部屋があって、小学校時代道徳や礼儀作法を教育する場として使用されていた場所ということでね、60畳ほどある畳のお部屋になってましたね。めちゃくちゃ静かな空気でね、ここはまあ当然宿泊者だったらどなたでも利用してもいいエリアとなっておりまして、なんかね、正座をしてこう心を清めるじゃないですけどね、ここで、ゆっくりと過ごすこともできますね。やっぱり和の空間は落ち着きますね。こっちに今のね畳のお部屋があって、こっちもね学校の廊下みたいな感じになっててね、さっき見たラウンジのパティオなんですけどね、学校にもこんな中庭はね、学校によっては存在しますよね。はい、館内にはね一応フィットネスルームもね、こんな感じで、準備されておりまして、タオルとかお水とかもね常備されています。ホテルの下の広場にまた来たんですがね、ここの1階ですね、この辺りは結構ね商業施設が、またありまして、まあ、さっき最初の方に紹介したのはあそこのスクール棟の1階ですね。あそこにも商業施設があったんですけどね、こちらにもあります。こちらはマンハッタンロールアイスクリームって書いてますがね、アイスクリーム屋さんもありますね。そしてチュンスイタンというね、台湾のタピオカミルクティー発祥の有名なお店もね、こちらのホテルに併設されております。あちらのホテルの下にね、今紹介したお店がずらっと並んでいますね。レモネードのお店もね、こうやってあります。はい、今ね外に出てきたんですけどね、やっぱりこの河原町はね、今錦小路通りを歩いておりますがね、この辺りの観光スポットが近いのはね、いやいいですね。まあ、ちょっとね、めちゃくちゃ早くチェックインできて、12時過ぎにチェックインして、まだお昼ご飯食べてないので、ちょっと遅めのお昼ご飯を今から食べに行きます。いやでもね、コロナの影響で観光客が減っていたとは思うんですけど、今ね、11月のもうすぐ中旬に差し掛かるぐらいなんですけど、まあ、以前来た時ね、ここもう人でいっぱいでめちゃくちゃ歩きづらかったイメージがあるんですけど、その時に比べたらやっぱり全然人は少ないんですけど、ただやっぱそれなりにね、人はいますんで、徐々に観光客は戻りつつあるのかなという感じはしますね。はい、お昼ご飯は錦市場のすぐ近くにあるこちらのおぶやというお茶漬け屋さんでいただきます。こちらのお店はお魚を使ったお茶漬けのメニューがたくさんありまして、僕が注文したのはこちらのサーモンと明太子のお茶漬けです。まあ、京都のグルメレビューに関しましては他の動画にまとめてありますので、ぜひそちらもご覧ください。このホテルに宿泊した時は11月中旬頃で、もう少ししたら紅葉が満開ということで、この後紅葉巡りをしていました。その紅葉巡りの様子も他の動画にありますので、気になる人はよかったら見てみてください。はい、京都観光を終えて、またホテルにね帰ってきました。夜はなんかまた風情があってね、すげえいい感じの雰囲気になってます。
はい、京都観光を終えて部屋にたどり着きました。今ね5時半ぐらいで、7時頃にね友達とディナーに行く約束をしているのでちょっとだけ時間がありますんでね、こういう時こそねホテルのラウンジをね先ほどちょっと覗きましたらね使いに行きたいと思います。はい、夜のラウンジに来てみましたが誰もいませんね。みんな夜ご飯に出かけているのか宿泊者が今日は少ないのか分かりませんが、こんな素敵な広い空間を独り占めしてジュースを飲んでゆっくりしていました。パソコン作業ができるテーブルもあったんでワーケーションとかでも使えそうですけどね。そして日が暮れたら中庭では焚き火が行われていて、これはこれでとてもいい雰囲気ですね。はい、ラウンジでゆっくりできましたのでね、これから夜ご飯ディナーに出かけたいと思います。このホテルはね残念ながらルームサービスはやっておりませんが、ただホテルの周りにはね飲食店たくさんありますので特に問題ではありません。では行ってきます。夜ご飯はホテルから徒歩5分ほどのところにある有名なお店京極かねよというところに行って、ご覧の名物錦糸丼をいただきました。大きな厚焼き卵の下にうなぎとご飯が入ってます。こちらの詳しいレビューももし気になる方は京都グルメレビューの動画をご覧ください。はい、ご飯をね、食べてまた戻ってきました。で今ねホテル入るときにこのホテルの名前ね、ザ・ゲートホテル京都高瀬川バイヒューリックって見たんですけど、ヒューリックって一体何なんだろうなと思って調べてみたんですね。そしたらですね、不動産の保有賃貸業投資開発事業を柱とする不動産の会社みたいですね。で、このヒューリック株式会社がホテルの事業にもね手を伸ばしていて、2012年に浅草に初めてザ・ゲートホテルをオープンして、2018年には東京、そして2020年にはこちら京都と両国にもオープンさせたということでね、東京に3つ京都に1つ合計4つ、今日本にはねザ・ゲートホテルというホテルが存在するという形になっておりますね。比較的新しいホテルの会社ということで、まあこれからもねどんどんまた事業拡大してね全国にザ・ゲートホテルというホテルができるのではないでしょうかね。はい、ではね、そろそろ11時過ぎとねいい時間になってきたんで、バスタブにね使って、ゆっくりして寝ようかと思います。こちらね寝具の方ですが、上と下が両方あるタイプの寝具になってますね。はい、シャワー水圧チェックをしてみます。あー十分ですね。いい感じに勢いがあってね、これだけの水圧があれば十分でしょう。まあ当然、上からもねいい感じでシャワーが降ってきてね、うん、これは快適なシャワータイムを楽しめそうです。はい、お風呂に入ってきました。やっぱりバスタブが快適なホテルはいいですね。最後リラックスできます。アメニティもアロマドールのダージリンティーの香り、やっぱ香りがいいね。アメニティを使うとね本当に、リラックス効果があってね満足ですね。でこの寝具もねズボンと上着と結構肌触り良くてね、めちゃくちゃいい感じで快適に寝れそうですね。はい、ではおやすみなさい。はい、朝になりました。ベッドの方めちゃくちゃ寝心地良かったですね。マットレスの硬さもちょうど良かったですし、布団もねかなりふかふかでね包み込まれるように寝ることができました。で今いい感じでね朝日も部屋の中に入ってきております。じゃあ朝食の方にね今から行きましょうか。はい、朝食会場8階のこちらのね、レストランになりまして、メニューはこんな感じですね。エッグベネディクト、フレンチトースト、もしくは、和食という形ですね。では入っていきましょう。はい、今席に着いたんですがね、席からはこんな感じでね京都市の景色もねいい感じで望むことができますね。まあ部屋からの景色とね、同じといえば同じなんですがね。はい、で、メニューがさっき見た通りなんですけど、こちらが洋食で、和食がですねこちらが1日限定30食となってます。ただね、今朝の9時過ぎぐらいで、運よくね、まあ、平日ということもあってかね残っていたということでこちらの和食をチョイスしました。はい、和食がやってきました。めちゃくちゃ見てください、種類が豊富でね、いやーやっぱ和食ですよね、京都に来たっていう感じがしますね。でねこれ面白いのがここをね撮ってみると、ほら料理の説明がねこんな感じで書いていてね、それぞれの料理、まあいつも普通だったら和食って種類が多すぎてね、何という料理でどんな調味料が使われてるんだっていうのがね分からないことが多いんですが、こうやってめちゃくちゃ丁寧に書いてくれてますのでね、いやーこれだと食事が本当に楽しめてね、いい感じとなっております。で景色の方もねこんな感じで見ての通り、さっきブラインドがちょっと下がってたんですけど、ブラインドを今上げてもらってね、めちゃくちゃいい感じの景色を眺められます。
まあ、さっき部屋からの景色と同じとは言いましたけど、やっぱりね、部屋よりここは8階なのでもっと高い位置からね眺められるんで、よりいい景色となりますね。ご覧のように絞りたてのオレンジジュースもいただけます。これめちゃくちゃ美味しかったですね。そしてこの朝食ですが、これだけたくさんの種類があって、一つ一つの品の質もとても高かったですね。いや、栄養満点で味も大満足で、本当におすすめの朝食ですね。朝からこんな贅沢な食事がいただけて本当に幸せな気分になれます。こんな素敵なテラス席もね、ありますね。下は間接照明が照らされていてね、緑いっぱいで綺麗なグレーのソファ、そしてこちら側にはね、先ほどと同じような京都の絶景が望めます。いや、テラス席も良くないですかこれね。まあ、外が寒くなかったりね、暑すぎない時期はね、こちらのテラス席もね、かなり雰囲気がいいのでおすすめですね。はい、朝食めちゃくちゃ良かったですね。どの食事料理もね、かなり和食手の込んだものでね、こんなに美味しい朝食はね、久しぶりに食べたような気がします。でね、8階というね、そこそこ高いところにあるレストランでありますのでね、景色もとても素晴らしくて、テラス席もね、かなりいい感じの雰囲気でしたよね。ということでね、そろそろチェックアウトしようと思いますがね、こちらのザ・ゲートホテル京都高瀬川バイヒューリックですがね、2020年完成ということでね、とても新しくて、和モダンな感じの作りでね、こちらお部屋も素敵な雰囲気でね、設備もしっかり整っていて、めちゃくちゃ快適にね、過ごすことができました。でね、やっぱり学校の跡地ということでね、ここのメイン棟はね、そこまで学校っぽい雰囲気を感じることはないんですけど、スクールハウス棟はね、内装とかやっぱね、ああ学校だなっていう感じのね、階段に伝ってそういった集合をするなんだ畳のお部屋もありましてね、そういった雰囲気をちょっと感じることができてね、面白かったですね。まあ、立地もね、河原町というね、観光にはうってつけの場所なんでね、ぜひホテル滞在も楽しみつつ京都観光も楽しみたいという方はね、こちらのホテル泊まってみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけた方は、チャンネル登録、コメント、いいね、どうかよろしくお願いします。これからも旅行動画をたくさん出していきたいと思っておりますので、楽しみにしておいてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。